どうも皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、 ANA も来ましたということで、2021年ねボーナスプレミアムポイント付与と選べる特典付与っていうのがですね発表されましたので、こちらの解説ですねやっていきたいというふうに思います。ANA に関してはですね、2021年はプレミアムステータスタフトクチャレンジっていうのを始めたりですね、またね対象者限定でプレミアムポイント2倍キャンペーンっていうのを開始してですね、まあ、こちらに関しては中止になっちゃったわけなんですけども、プレミアムステータス獲得チャレンジっていうのはかなりね決済額が多かったりですね、またプレミアムポイント2倍キャンペーンについては対象者がねかなり限られてたこともありまして、結構ね批判とかね受けてたわけなんですけども、2021年ですね2月の26日にですね発表がありまして、2021年度のステータスに応じてですねボーナスプレミアムポイント付与ということで発表されたわけなんですよね。今回の動画ではこの内容とですね、一応ねもう一つ選べる特典っていうのも発表されましたので、こちらについてね解説していきたいなというふうに思っておりますので、気になる方はですねぜひ最後までねご覧いただければなというふうに思っております。まずねボーナスプレミアムポイントの付与に関してなんですけども、まず対象者はですね1パターンと2パターンでね分かれておりまして、まず1つ目ですね、2021年度のステータスがブロンズ、プラチナ、ダイヤモンドの方に関しては特にね何もすることなくですねプレミアムポイントが付与されるっていった形になっております。でですね2パターン目ですね、 ANA マイレージクラブの一般会員の方、またですね SFC 会員の方に関しては2021年の1月から12月に ANA グループに搭乗したらですねプレミアムポイントがもらえるっていった形になっております。ちょっとね分かりづらいかなっていうふうに思うわけなんですけども、ブロンズ、プラチナ、ダイヤモンドで保有されている方は自動的に付与っていった形になっておりまして、一般会員と SFC の方に関しては ANA のね飛行機に乗ったらプレミアムポイントありますよっていった形になっております。でですね積算内容に関してはですね、ブロンズステータスの方は8000プレミアムポイント、プラチナの方は1万5000プレミアムポイント、ダイヤモンドの方は4万プレミアムポイントがねもらえるっていった形になってるんですよね。かなりすごいですよね。ダイヤモンドの方は4万ポイントですからね。また ANA のね一般会員の方、またですね SFC 会員の方に関しては3000プレミアムポイントが飛行機に乗ったらですねもらえるっていった形になっております。でですね、こちらの積算時期に関しては2021年の2月末時点でブロンズ、プラチナ、ダイヤモンドの方は2021年の3月下旬にね積算されるというふうになっておりまして、 ANA のね一般会員の方、またね SFC の方に関しては飛行機にね乗ってから付与されるっていうふうになっておりますので、 ANA グループがね飛行機に搭乗した翌月末に積算されるっていった形になっております。でですね、今回のこのボーナスプレミアムポイント付与に関しては私みたいにですね2019年にステータス付与されてですね2021年現在ですねステータスの延長で私ねダイヤモンド維持しているわけなんですけども、そういう方に関しても今回のねボーナスプレミアムポイント付与はね対象っていった形になっておりますんで、この点もね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。またですね今回のボーナスプレミアムポイント付与に関しては特にね私たち利用者側が何かねする必要もないっていう形になっておりますんで、エントリー等もねありませんので、この点はね安心していただきたいなというふうに思っております。でですね一つ注意しておいていただきたいのは、2021年の1月以降の登場で2022年度のプレミアムメンバー事前サービス提供されている方、まだね2月ということですごいたくさんねこちら対象者の方いらっしゃらないかなというふうに思うわけなんですけども、2021年になって1月から2月末の間でですねステータス取られた方に関してはですね今回のボーナスプレミアムポイント付与に関しては対象外っていった形になりますので、この点もね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。それでは次に選べる特典に関してですね、こちらは2020年の獲得プレミアムポイント数に応じてマイル、ANA スカイコイン、もしくはアップグレードポイントがですねもらえるっていった形になっておりまして、まあ、この中からですね一つ選択してねもらえるっていった形になっております。でですね対象者に関しては2020年の1月から12月の登場でプレミアムポイントね獲得されてステータス獲得された方、
またですね、このキャンペーンは選択制っていった形になっておりますので、特典をね、選択された方がもらえるっていった形になります。でですね、このキャンペーンの選択開始についてはですね、2021年の3月中旬よりですね、選択開始予定っていう風になっておりますので、2020年ですね、ステータス獲得された方に関してはですね、選択ねし忘れないようにしていただきたいなっていう風に思っております。こちらね、選択しないともらえないっていった形になっておりますので、こちらね、忘れてしまうと取りこぼしっていった形になりますので、注意していただきたいなというふうに思います。またですね、2020年度ステータス延長によって2021年度ステータス維持されている方で、2020年に搭乗でねプレインポイント獲得した方に関しても、今回ね選べる特典というのはもらえるっていった形になっております。年度がねたくさん出てきてよくわからない感じになってると思うんですけども、要約するとですね、2020年に ANA の飛行機に乗ってですね、ステータス獲得された方に関しては対象っていった形になっております。でですね、選べる特典の内容に関してなんですけども、こんな感じになっておりまして、まあ、一番下のね3万プレインポイントから4万9999プレインポイントの場合であればですね、1000マイルもしくは1500スカイポイント、もしくは2021年度のアップグレードポイント2ポイント、こちらのどれかから1つね選んで獲得するっていった形になっております。まあすごいねたくさんもらえるっていったわけではないわけなんですけども、まあね、もらえるものであればですね、もらっといた方がねいいかなというふうに思いますので、先ほども言いました通り、選択ね忘れないようにしていただきたいなというふうに思います。でですね、今回のこの特典に関しては、積算時期がですね、それぞれですね、特典を選択した時期によってね変動するっていった形になっておりますので、選択開始はね2021年の3月中旬開始予定というふうになっておりますので、3月中旬になりましたらですね、忘れずにね申請していただきたいなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね、 ANA が発表したボーナスペインポイント付与とですね、選べる特典付与ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、かなりねありがたい対応ですよね。まあ、あの JAL のね2021年のね対応が本当にねこんな感じの対応だったので、それにね合わせてきた感じがねするんですけども、それでもですねかなりありがたいですよね。ダイヤモンドの方はね何もしなくても4万プレインポイントですからね、かなり大きいですよね。また ANA はですね、プライムステータスチャレンジね中止になっているわけではありませんので、併用できる方はですねかなりハードル下がるのではないのかなというふうに思っておりまして、こちらがねプラチナステータスチャレンジのね条件っていった形になっているわけなんですけども、プラチナステータスね狙う方に関しては今現在ですね一般会員っていった形になりますので、付与されるねプレインポイントは3000プレインポイントっていう風になるわけなんですけども、600万円の決済と7サービスね利用することで2万7000プレインポイントでプラチナステータスねあることができますので、これでねスーパーフライズカードねゲットすることもできますし、またですねダイヤモンドステータスの方であれば自動的にね4万プレインポイント積算されますので、決済額ね600万円と7サービスね利用することができれば、追加ね1万プレインポイントでダイヤモンド維持することができるんですよね。これ本当にすごいですよね。まあ、600万円の決済と7サービスということで、まあ、かなりねハードル高いわけなんですけども、利用できる方ですねハードルかなり下がりますよね。またねダイヤモンドに関してはですね、400万円の決済と4サービスでもですねダイヤモンドね維持することができるっていった形になっておりますので、いやねここら辺利用できる方はねかなりいいですよね。私もね今回ダイヤモンドステータスね今保有しておりますので、4万プレインポイントで自動で付与されると聞いてですね、ちょっとねダイヤモンドね維持ね考えちゃおうかなっていうふうに思っておりますね。まあ私に関してはですね、この600万円であったり400万円であったりですね、この決済を積むっていうのは、まあ、到底無理な話になりますので、まあ、やるとしたらですね普通にね飛行機に乗るしかないわけなんですけども、ちょっとね今後ね考えていきたいなというふうに思っております。今回の動画ねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルなどについてね発信させていただきますので、チャンネル登録してない方は絶対ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。